ショーブラザーズは、香港の映画会社。1960年代から1970年代末に、香港映画の黄金時代を築いた。香港の民営テレビ局、無線電子の筆頭株主でもある。ショース洋商孫人、ショースタジオ商兄弟の長兄の商用よきが1925年に、上海で設立した定位置影変更誌が、ショーブラザーズの起源である。 1937年に、小村人が責任者となり、南洋影変更士と改名。日中戦争勃発後に、香港に拠点を移し、戦後に、小子夫子と改名した。1957年に乱乱省が責任者となると、小子夫子は映画館の運営と配給を行う会社とされ、新たに制作会社、小子兄弟が設立された。 1965年には、少子影城と呼ばれる東洋一の巨大スタジオを建設し、スケールの大きな映画を続々と世に出し、香港映画の黄金時代を築き上げる。映画に必要なものすべてと、制作から俳優、エキストラ向けの量まで完備した巨大なスタジオで、このご同社は東洋のハリウッドと呼ばれた。乱乱昭和は1年で900本のフィルムを、 見るというほどの映画マニア。その分映画への評価も厳しく、基準に達していないフィルムは全て焼却した。こうして、質の高いものだけを公開する姿勢を貫いた。ショーブラザースを離れた、レーモンド長は、ゴールデンハーベストを設立し、古巣を激しく追い上げる。特に、ゴールデンハーベストと契約したブルース・リー、ジャッキー・チェンの爆発的ヒットに対し、 1982年に公開されたブレードランナーなど様々な海外の映画に出資して国際化を試みる。しかしかつての勢いを失ったショーブラザーズは低迷を続けた。一方、この頃にはテレビの影響も無視できなくなり、ランランショーは自身が経営するテレビ局である無線電子に次第に経営の軸足を移していくこととなる。 1985年にはラミー賞が死去、撮影所も活動を停止し、香港映画界の黄金時代を築いた帝国も、ついに終焉を迎えることになった。多くの作品が日本では紹介されないままだったが、1999年に香港のセレスティアル・ピクチャーズが760本もの作品の権利を買い付けたため、膨大なライブラリーが公開されることになった。 日本ではこれを受け2004年からキングレコードよりショーブラザース黄金のシネマシリーズとして DVD がリリースされた2016年に中華人民共和国のメディア王で中国共産党党員であるはじむずいつよしが株式の30%を保有する筆頭株主となって会長に就任して映画制作を再開させたありがとうございます